皆様こんにちは大紀元ニュースです国内への生産回帰を支援する政府の補助金に申請が殺到しています7月末までの第2弾では申請した企業の件数が約1700件となりました日本企業の脱中国依存が一段と加速していることがわかりました 経済産業省の発表によると6月末までの第1弾で応募した90件の申請に審査を行った結果57件の約574億円分を採択しました7月22日までの第2弾の公募では1670件の1兆7640億円の申請がありました政府は今後第三者委員会での厳正な審査を行い 10月中に採択結果を発表すする予定です政府は今年4月7日中共ウイルス流行の緊急経済対策関連の令和2年度第1次補正予算の中にサプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金として2,200億円海外サプライチェーン多元化等支援事業として235億円を計上しました。 第2弾の応募金額規模は、第1補正予算に示された補助金総額2200億円の約8倍となりました。応募した事業の件数も第1弾の約18倍です。中国では中共ウイルスの感染拡大を受けて、各地で外出移動規制措置が実施され、生産活動や物流機能が停止し、中国からのサプライチェーンが完全に寸断しました。 この中、各国ではマスクなどの医療物資が不足しているのを利用して中国当局がマスク外交を行い各国への影響力を拡大させようとしましまた。それを受けて日本や欧米各国の政府は企業に対して生産拠点を国内などに移すよう呼びかけ支援を始めました一方中国市場調査会社北京大空地固経済市場コースの 駐大軍氏はラジオフリーアジアに対して日本企業が中国撤退を加速した理由について中共ウイルスのの蔓延でで収益が大幅にに減少しししたたこととあるのではと推測しました2018年米中貿易戦が開始以降ニコンオリンパスオムロン日本電産などの日本企業は相次いで中国での工場を閉鎖し生産ラインを他国に移管しました。